こんにちは。こんにちは。いつものつつさんです。こんにちは。この方はアルバの田辺さんです。よろしくお願いします。します。またアルバに出ることになりました、はい、カメラの皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いします。新しいライブラのドライバー。あ、すげえ。すげえ。すごい、打たせてもらえますか。もちろん。で、一応今回、まあ、テーマで考えているのが、まあ、各社この外側にウェイトがあるんですよ、今回。でこのガイブラ3社がここにみんな揃えてきたわけですよ。この場所にですか。この外側ですね。へー、そこにあった深い意味があるんじゃないかっていうのをちょっと示唆しながらそうそうそう、流行ってるからじゃないですか。ウェイト付きを使ったことは1回もないですよ、僕。あ、ここにあったらこうとか、ここにあったらこうとか、ここにあったらこうとかおっしゃるじゃないですか。重心距離がどうたらこうたらとか、それに惑わされて僕は全部が壊される気がして知りたいですよ、これの意味は。むしろ真っさらな気持ちで打ってくれるので、はい、はい、エピックフラッシュスター、いわゆる AI ってやつね。ジェールブレイクと AI フェイス、はい、あ、打ちやすい。これを変えるんだって場所。ドローが強い。ということで一応フェードで。もうスライサーですよ。まああのテストなんで。いや、スライサーなのに。音がいいですよ。音いいっすね。ね、変わりましたね。実際どうでした、このフェード。いや、持った瞬間からうちイメージが変わりました。1個目だけこう打とうかなってイメージがあって、うん、あ、それ以外はイメージは何もできなくなって変な球ばっかりで今度はドローで捕まり寄りに。あ、全然違う。あ、どう違う。明らかにこっちだな。フェースがまっすぐに見えます、ね、なぜか重りが変わるだけでフェースがまっすぐに見える。打ちやすい、このクラブ。正しいかわかんないですけど、構えた瞬間にフェースがまっすぐ見える。こう見える。なぜか重りの場所が違うだけで。G410。 あれ、シャフトが硬い。プラス、さっきより硬い。ウェイトがちょっと変えるやつ。重い、めっちゃ重い。このクラブ振りやすそう。最新のドライバーは打ちやすいっすね。フェードの方に、はい、疲れるかもしれない。テスター結構大変です。フェードで、あの、左足を下げます。重りで全然変わりますか。超えた瞬間違うって感じ。じゃあそれ違います、はい、違うけど、これすげえな。それがどういう意味なのかは分かんないです。あの、あ、どうです、変わりました。今も、うん、今変わりました。やべ、これを初めて打つってやつやろうと思ったのに今日打っちゃうんですね。そう、あ、一緒なんですか。 M5、 あ、あったです。すんごい分かりづらいですけど、ここにツアー炊いてるんですよ。え、ツアーとかあるんですか。あの、ちっちゃい体積のと460っていうのがあって、一応今回こっちでかい方。でかい方。はい、
M5 ここになんか注入するんですね。これで反発係数を調整する。そしてツイストフェース。これは打ちやすい。これひどい。ここにあったやつをここに寄せた。気持ち悪いですね。一番こっちに寄せた。2回2個寄せた。ちょっと絵面が良くない。これがここに行ったってことはめっちゃ開いてるってこと。これ誰がやるんですかこんなこと。えやっぱり変わりますか。だってこうなりますよ。これがこれが戻ってくるときこんな感じになってみたいな。だけどストレートボールなんですね。あ、そうなんだ。ユーラさんも多分このポジションあまり考えてないでしょ。これでやってるプロとかもいるんですか。結構プロみんな、いろんなポジションにはしてますね。重りってでもこれ 3g とかですか。 2g、3g どれくらいだろう。 10g あるよ。もうちょっと10か。うん、2つ合わせたらもっとありますね。10も違ったら全然違うんですね。これもまた根っこ寄せ。他と違って真ん中からこっちに寄せる。こっちはあんま寄せない。寄せてない。だから何かが分からない。3本のドライバーを打ち比べてみました。僕が普段使っているドライバーは全然形違うと思うんですけど、ヘッドがもうこの外側をずっとこう行って戻っ、ここまで重さもずっと感じてて、ここでコーンって返る感じもするから無理なく振れる。こうこのエピックフラッシュがなんか一番飛ぶ気がした。でこれはまっすぐ打てる。これ振りやすい。一番振りやすい。 M5 振りやすい。ピンその間って感じ。でもこれも別に打ちやすい。打ちやすい。 G410 一応3つやった方がいいですか。そうですね、一応、はい、絶対止まった。でもなんか振り方見てるとそっち良さそうですよね。そうすごい好き。ちょっと引き抜きなんか芯がなんか打点の方にちょっと寄ってきてる感が。これやっぱりなんかね、土砂切符で打っちゃった。この前あのラウンド手段の時はすごいなんか振り幅でかいっすよね。振り幅がドローとかもすんごいこっち来るじゃないですか。細かい弾道に出るのかどうかもちょっと知りたいですね。いや、やっぱりドライバー今回ちょっとウェイトを変えて一番いいショットを探してる自分と18ホールコースの回った時と、あ、なんか両方自分がいるんだなっていうのが改めてちょっと気づいた。僕は傾向的にちょっとこう真ん中よりも先で当たるんで、うん、そっちに重さがあった方がすごく芯を食ってるっていう感じがしましたね。スイングって1個だと思ってたのに、あまり変わった瞬間変えさせられるから、あ、そうなんだと思って。同じことやろうとしてもなんか、いや、もう変えようってなります。ります、ね、そうだってフェースがこう来るんだからっていうのが、うん、持った瞬間から思っちゃうから、うん、特にこの M5 のここ
こう縦振りするしかないってなってこれなんかこうすごく頭が重いっていうか、こう行こうって気持ちになるじゃないですか。こうじゃなくてこう行こうって気持ちになるから飛ばそうとか頑張ろうとかまっすぐ打とうとかそういう話じゃなくなるっていうのがすごい新鮮でした。全然違うくらいと変わりましたよ。全然違う、自分が変わるこうやってクラブ動かそうって思わせられるとは思わなかったんで、だからコース向きかもしれないです。なんかお前頑張るなって言ってくれる感じがして、玉筋っていうよりも、まあ、場所のことを多分言ってるんだろうなっていう会社、確かにこう書いてある通りに球が行くイメージはないですよね。シャフトに近い方のことをそのドローっていう場所にしてるだけで、振ってる多分僕とか宮下さんは、僕はもうこの最新のドライバーは僕のスイングを抑制してくれる、気持ちいいとかじゃなくて抑制させますよ。そっち側に抑制する。そうそう、なんかゴルフしてる、正しくゴルフしてる気持ちにさせられる。なんか昔はもっと手前とかやったりするとなんか、あ、上手い人が使うものじゃないってことははっきり分かりました。これが、そうですね、上手い人が使うとかそういう話じゃなくて、ピンとくる自分のやりたいスイングとかも気づけるよみたいなものなんだなとは思った。で、悩めばいいと思う。これを使って迷ったり悩んだりすればいいんじゃん。だそうです。皆さん買い物の参考になりましたか？全くならないかもしれないと思いますけど、でも違いますね。ここはいつもの PCM です。皆さんあのご連絡いただければ筒さんも村田さんも待っていて、楽しいゴルフ団に溺れることができますので、ぜひ概要欄からアクセスしてください。あとアルバム、これ何月号ですか？3月の2週発売ですね。3月14日発売です。14日発売なので、発売されてたら買ってください。はい、ありがとうございました。